高千穂鉄道 TR-200 系機動車、朝海岸鉄道 ASA-300 系機動車、朝海岸鉄道 ASA-300 系機動車は、1989年に、高千穂鉄道 t r 2 0 1として製造され、2005年の同鉄道営業休止まで使用された後、2009年に朝海岸鉄道に譲渡された機動車である。 朝海岸鉄道では2008年6月30日に四宿駅で発生した脱線事故で保有車両2両のうち1両が廃車となり予備車がない状況となっていた。時を同じくして宮崎県を走る第3セクター鉄道の高千穂鉄道高千穂線は2008年12月28日限りで全線が廃止となり、 同線で運用されていた機動車も全車両が用途廃止となっていた。その中でも観光用の内装を有する TR-200 型に白羽の矢形立ち、浅海岸鉄道に一両が無症状とされることが決定した。同車は2009年2月に留置されていた高千保駅から搬出され、西日本テクノサービスで整備を受けた後、同年7月31日に、 朝海岸鉄道に向け発送、8月10日より ASA-300K301 号車として運用を開始した。車体、走行装置ともに高千穂鉄道時代から大きな変更点はない。外反塗装も高千穂鉄道時代のものを継承したが、2010年3月以降は白をベースに徳島県のすだちをあしらったすだちくんび 高知県東洋町のポンカンをあしらったポンカンくんを配したデザインに変更された。海府寄りの貫通扉下部には、みなげの乱ア佐藤千と描かれた丸型の須田地くん仕様のヘッドマーク、貫の裏寄りの貫通扉下部には同じくポンカンくん仕様のヘッドマークが掲げられた。朝海岸鉄道導入時の姿。当初は高千穂鉄道時代の塗装のまま運用された。 2010年3月からの姿。2020年11月中旬から最終日まで運用終了記念の特製ヘッドマークが付けられていた。ASA-301 乗降口横の運用終了記念サインボード。2020年11月中旬から最終日まで取り付けられていた。朝海岸鉄道、朝あずま線甘駅関の浦駅間で ASA-100 型と共通で運用された。 高千穂の愛称が付けられ、前述の通り当初は、高千穂鉄道時代のままの仕様で、高千穂復刻列車として運用されたが、2010年3月に、須田地くんとポンカンくんのデザインに変更された。2009年12月からは、四国旅客鉄道無疑線無疑駅への乗り入れ運用にも、充当されたが、2019年3月16日のダイヤ改正でこの運用は廃止となった。 朝あずまへの DMV 導入に伴い、2020年11月30日をもって営業運転を終了した。ありがとうございます。